皆さん、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。いつもですね、私がいろんな動画をアップさせていただきながら、皆さんもたくさん見ていただいて、コメントもね、いくつかいただいておりますけど、ちょっといくつかじゃない、1個を読ませていただこうと思うんですよね。マキ MKD さん、ありがとうございます。これは KinKids の今私が見ている、ライブ映像の3本目の歌声解説に対するコメントですね。いつも楽しく拝見しております、ありがとうございます。サイガさんの動画見てから改めてまた見直すのが恒例になってますと、とっても嬉しいです、ありがたい。この DVD の京セラ両日参加したのですが、お、素晴らしいね。2日目は光一くんの左耳のイヤーモニターってね、こう歌う時につけるやつですね、が途中から調子悪そうで、あら、後半は完全に壊れた状態で歌われてて、珍しく光一くんがスタッフに指示を出してましたと。その状態でアニバーサリーやアメージングラブを最後までちゃんと歌唱されてて余計に感動しました。多分その時の映像が収録されてるっぽいのですが、じゃあこの後できっと出てくるでしょうね。やはりイヤモニなしでの歌唱って大変なんでしょうか、というこういうですね、コメント、感想のコメントプラス質問をいただきまして、私ね、いろんなグループとか歌手の方たちの歌声を勝手にレポートしている動画を上げさせていただくことによって、皆さんがこうやっていろんなコメントを打ってくれるんですけど、一応ね、メンバーシップという私のチャンネル制度がありまして、そこに登録してくださっている方たちには全部返信をしていってるんですけれども、他の方にはこういいねマークというのをつけさせていただいて、そして、こうした後からね、この書いていただいた、質問に答えようかなとか、それからリクエストいただいたものも後から見たいなと思うときに、いいねボタンを押してしまうとですね、なんかこう未返信カテゴリーでこうバッとまとめて出せる機能があるんですけど、いいねとかコメントを返してしまうと、その未返信グループに出てこなくなってしまうので、後からしっかり読ませてもらおうと思ってるものだけいいねを押さないで、ずっとこうね、結果的にほっといてるような形になってしまってですね、私のだけなんかないなとかって思われてる方もいたりしたら申し訳ないなと思うんですけど、今回のこれね、マキさんのやつもそうだったんですけども、でこういう質問とかね、皆さんが何かこう私に聞きたいなというようなことって、もしかしたら結構あるのかもしれないなというふうに私思いまして、いっそ皆さんにいろいろとこう書いていただく、そんな動画じゃない、書いていただいたものに対して私がどんどんお答えしていく動画というのもあってもいいのではないかと。いつも私が勝手にね、いろんな曲を、いろんなグループを曲を選んだり、曲2回言いましたね、選んで解説をさせていただいてますけど、間違いなく私以上にこの動画を見ていただいているファンの皆さんの方が詳しいことをたくさん知っているはずですし、私がよく解説をしているグループじゃないファンの皆さん、ジャニーズもちろんね、ジャニーズのグループもそうですけれども、そうじゃない、歌手の方とか、あとはね、私たまに松下洸平さんとか歌声聞いたりしてお話をしてますけど、俳優さんもされながら歌われている方であるとか、もしかしたら YouTube の中で、ユーチューバーさんという人たちの中でこの人の歌はどうなんでしょうとか、なんかそういう皆さんからちょっと最後に聞いてみたいなと思うようなことをどしどし書いていただいて、でそれに対して私がお答えをしていくというような、私がいつも一方的に出させていただくだけではなくて、皆さんに教えてもらったり、こう聞いてもらったりして、そこでやり取りをするような動画というのをちょっと始めてみようかなと。もう今私がお話ししているのを聞いていてもらっても分かるように、完全に見切り発車でございます。なのでやってみてどういうふうになるか分からないんですけども、ひとまず今回読ませていただいたこのマキさんのね、コメントに対して言うと、イヤモニなしでの歌唱って大変なんでしょうか、答えとしてはイヤモニをしながら歌ったことがないので分かりませんという、こういう答えになるわけです。いや、そうなんですよ。だいたいこのコメントを読ませていただいた時にすぐそうやって答えたいわけですけど、先ほども言ったようにこのコメントの返信をするとですね、メンバーシップに入っていただいている方の一つ特典とさせていただいておりますので、そこはもうどうしても線引きをしないといけないとなった時に、じゃあ口頭でお答えする方が
いいんじゃないかとか思われる方もいるかもしれないですけど、でもこれは本当皆さん、まあ、どのぐらいの数が来るか分かりません。例えばこういうねイヤモニの歌唱なしで歌うのは大変なんですかもそうですし、まあ誰々、例えばグループのどっかのグループだね、ね、何かのグループの歌われている誰々くんの歌って実際どうなんでしょうかとか、私が今まで解説している方たちでももちろんいいですとかね、このグループのこの曲のこの部分のこの彼の歌い方が大好きなんですとか、逆にこの辺はちょっと苦しそうに聞こえるんですけど西賀さんどう思いますかとか、もう本当に何でもいいと思います。もしかしたらうまく歌うためにどうしたらいいでしょうかということもあるかもしれませんけど、もう何でも。で、私が勝手に想像しているのはジャニーズのこうね、グループたくさん解説させていただいておりますけども、おいおい西賀くんと、私が応援しているあのグループ、そしてあの人の歌声レポート全然やらないじゃないかと、いつまで待っても一回も出てきませんよっていうグループも実はなくもないんですけど、そういう場合にどう思ってるんですか西賀さんというね、そういうのでもいいかもしれないです。なんかそういうのが多そうな勝手な想像でいるんですけど、あとは、まあ、今まで私がたくさんお話しさせていただいているストーンズとか最近スノーマンとかね、まあ、今キンキキッズもそうですし、っていう、まあ、いろんなグループの私が推しているこのメンバーのここすごいいいですよねっていう、ただ共感を、ね、得たいだけのってちょっと言い方よくないですけどね、いいですよねって私に投げかけてくれるだけのコメントでももちろん大歓迎で、一応ですね今考えている段階では書いていただいたコメント実験的に全てにお答えしていこうというふうに思っておりまするどうでしょうね、どうなるか分かんないです。でも私がちょっとねこの間、まあ、歌声レポート毎日毎日こう出させていただいて見ていただくのはありがたいんですけども、でも私が出してるだけじゃなくて、さっきも言ったみたいに絶対皆さんの方が詳しいしたくさん聞かれているので、なんかあると思うんですよね。昔この歌を歌ってる時はこんな感じに私聞こえたんですけど、最近はこういう風になったような気がします、どうですかとか、本当何でもいいと思います。で、まあちょっとこういうねマキさんのコメントをほったらかしにしちゃってる感じになってますけど、そのイヤモニ私は使ったことがないんですけども、でも使って歌われてる生徒さんとかね、まあ、プロの方がこうテレビで歌ってるのを見ながら、まあ、私の想像で言うにイヤモニなしでの歌唱っていうのはイヤモニをしだした方たちにとっては非常に歌いにくくなっちゃうと思います。やっぱり今回コメントいただいてる光一くんは途中からなしになってしまったら非常に歌いにくかったと思います。なぜなら、もうずっとライブの時はもちろんテレビの時も、そしてライブのリハーサルの時にもそのイヤモニをつけた状態で歌う練習をされているので、もうそれは歌いにくいですね単純に。まあ、歌に関わらず、例えば皆さんが、ね、大好きでいつも乗っている自転車がありますとか、その自転車が変わってしまうとかね、あとまあ料理をする時に包丁まな板を使ってますけど、それがいつもと変わるとなると、まあ、どっかしらねやっぱりいつもと違う感じでやりにくさ出てくると思うんですけど、特に音に関してはすごくこう繊細な部分が、まあ、人にもよりますけどあると思うので、まあ、ライブの途中で聞こえなくなるとかいつもの練習の状態と変わってきてしまうって言ったら、まあ、想像ですけど相当難しかったと思います。はい、でもそれでも歌ってるというのが後でね、今ちょうど見てますので KinKids のライブ映像の後半に出てくるんだとしたら、私は非常にまた見方もね一つ増えますし、こういうふうに書いていただくと私が見る時にもまたこうね、なんかいろんなこと知って見れるからより深く楽しめるわけですね、私自身も。なのでどんどんと書いていただけたら嬉しいなというふうに思います。こういうふうにお話をしてきましたけれども、全然コメントが来なかったりなったら自然とフェードアウトしていくような、はい、そんな企画にもなると思いますけれども、題して決めてないですけど言ってますけど、題して西賀さん聞いてのコーナーにしましょうかすごいですよ、もう自分で言いながらも なんでそんな決めてないのに題してって言うのっていうぐらい思ってしまいましたけど、でもこういうのはもうパッと降ってくるもんですから、
タイガさん聞いてのコーナーを改めてやるにあたって、皆さん一個だけ、先ほど私がね未返信カテゴリー機能みたいなのがあるって言いましたけど、一個だけ決めていいですか。最初にコメントの最初にサイガさん聞いてと書いていただけると非常にありがたいです。そうするとその文字で検索をかけた時にそればっかり出てくるので、私がこの答えていく時に非常にやりやすいと思いますので、でついでにもう一個だけおまけで言わせていただくと、皆さんいろいろコメント書いてくれて非常に嬉しいんですけど、サイガのサイは皆さん才能のサイでね、もう皆さんサイで書いてくれますけど、ガの方が普通に変換すると多分画商のガになるんですよね。でそういうもうサイガさんっていう方もいらっしゃいますから、タレントさんなのかな、あの方は格闘家ですかねの方がいらっしゃるので、皆さんそういう風になってしまうんで、まあ別に私は間違えられたことに対してムカッとしたりとか全然なってないので、たまにすいませんでしたって書いてくれる方いますけど、それは全然いいんですけど、ただその検索を検索じゃない急になんか怖い感じになりました、検索をかけるときに3位に雅という字の私の、まあ一応正式な名前の漢字の名前の方で、サイガさん聞いてのコーナーでバッと検索かけますので、その頭のサイガさん聞いての文字がないと、もしかしたら読めなくなってしまうっていうか、まあそれでもちゃんと見れるようにしたいと思うんですけど、バッと並べてみた方がやりやすいので、そこだけちょっとお手数ですけど、でサイガの字のガはその雅っていうね字で、サイガさん、3はひらがなですね、もちろん数字の3にしてもらうとこれ、ね、ややこしいです。サイガさん聞いてのこの聞いての木の漢字問題もありますよね。門構えに耳っていう風に書いて聞くっていう文字の方もいれば、耳辺に銃書いて目書いて心みたいなね、視聴の聴ですよね、で書かれる方もいますけども、ここを決めるの結構皆さん面倒っちいですか。一応門構えの方にしようかな。いやそれか、いやひらがなややこしいね、いやね、ごめんなさい見切り発車ですけど、サイガさん聞いてのキーは門構えに耳にしましょう。じゃあいいですか。で私はそれで検索かけますので、もしそれで検索かけて出てこなかったということでなかなかコメントがもらえないという方はですね、もう自分のせいということで。でもあれですよね、後からコメントって編集できますよね、きっと。なので、今このじゃあテロップも出しましょう。サイガさん聞いてと、この文言を必ず頭に入れて書いていただいたコメントに対しては、ちょっと実験的に全てのコメントにお答えするような動画を、まあ、どのように一つずつ答えていくのか、一気に 2,3 個答えていくのか、それはもう来る回数じゃない、来るコメント数であったりとかタイミングによって分かりませんけれども、皆さんが思っていることも何でもいいです、いろいろ説明してきましたけれども、私はこの人の歌声好きなんですよ、いいですよね、でもいいし、なんでサイガさん全然このグループの誰々の歌やってくれないんですか、この人の歌声についてはどう思ってるんですかとか、またはジャニーズ関係なくこの歌い手さんってうまいと思いませんかとか、 YouTube にこんな人がいたんですけどこれどう思いますかとか、あとは今回のねイヤモニってないと困るんですかとか、そういういろんなものをとにかく私に聞いてもらいたい、そして何か返信を欲しいとか答えを欲しいっていう方は全部こうやって動画でお話でお答えしていこうと思いますので、何でもいいです。はい、すごい数来たらまた考えますけれども、ちょっとまたね私自身も楽しそうだなというワクワク感に乗って新企画としてサイガさん聞いてコーナーをやってみたいと思いますので、皆さんもしよろしかったらもうお気軽に何でもいいです書いていただけたらと思います。そして改めましてね、コメント読ませていただきました。ちょっと最後にお名前マキ MKD さん、本当にありがとうございます。そういうことで、きっと光一君大変だったと思いますけど、後々にまたね見させていただきたいと思いますので、素敵な情報を書いていただいてありがとうございました。ということで皆さん、もしよろしかったらご協力をよろしくお願いします。ということでサイガさん聞いてコーナーのご紹介お知らせでございました。皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。